第22号型水雷艇は日本海軍の二等水雷艇。同系艇19隻。これは日本海軍水雷艇では最大の隻数。1889年度の計画によりドイツシーシャウシャに2隻が発注され、1891年度に図面により1隻が国内で建造された。第31号以降の16隻は、 日清戦争後の1896年度に C ーシャウ社に発注、ボイラーがソーニクロフト式水管管となり、機関の信頼性が増した。本型は建造所の名前から C ーシャウ型と呼ばれる。戦歴は第23号は第1水雷停隊として日清戦争に参加、第22号は1895年2月5日未明の異海英作戦に、 第3帝隊の司令帝として攻撃の第一陣に参加した。第一陣は奇襲の形となり魚雷発射に成功。他の帝と共同で庭園に魚雷を命中させ、庭園は沈没を防ぐため格差した。第22二二号はその基とに座礁し夜明け頃に船体は放棄された。上院は陸上に避難した。日露戦争にも第22二二、23号を除く。 各定が参加し、第48号が戦没、日本海海戦に参加した艇のうち、第34号、第35号の2隻が失われた。残る、各定は、大正はじめに除籍された。春工日の後は、シーシャウドイツシーシャウシャ、小野浜イコール、小野浜造船所、1893年より、クレチンジュ付造船支部と解消。クレイコール、クレ造船所、 横須賀イコール、横須賀造船賞、佐世保イコール、佐世保造船賞、長崎イコール三菱長崎造船所、川崎イコール神戸川崎造船所。ABC 数値は、世界の感染増加第47週による。フィートインチの数値は、日本駆逐艦物語による。 メートルに換算するとそれぞれ水仙魔女を38.98900メートル、最大幅4.8006メートル、喫水1.0414メートル。日本駆逐艦物語によると1200馬力。日本駆逐艦物語によると22、23、25号が18、ノット、31号以降は24ノット。日本駆逐艦物語による、 日本駆逐艦物語によると17.5トン。日本駆逐艦物語による。世界の感染増艦第47集では、合計38センチメートルとなっている。ありがとうございます。